はい、はい、行きます。多分ね、スポット抜けると思うんですよ。大野さんの街は見るようになってる。この子供が見るようにしてんだ。大丈夫。おお、行くね。もう少し上がる？いい？はい、すごい飛ばしてます。でかいの初めて思った。あ、そっか。なんか、サラというか。サラこれでいいのかな？これじゃダメ。そうです。いい？すごいよ。もともとこっちが正面だったと。というふうに聞いてます。聞いてます。はい、それを逆転させてこっちを正面。シャリを見せるためにですね。そうですよね。すごいです。こっちを正面にした。全然景色違いますね。で最初そんな無理でしょって思ってたじゃないですか。はいはい、これもともとのやつ。それをこっち正面にするっていう。あれやっぱ天才なんですか。やっぱりこうなんだ。盆栽歴とは技術が合ってないですよ。ちょっとやるの嫌になっちゃうんですよね。嫌になるね。確かに。はい、イルマさん、英語で乗っちゃってんじゃないですか。イルマさん、何何世界デビューしちゃってる。これこんな会話世界デビューしてる。あ、ごめんごめん。どうしちゃったんですか、これ。これ自慢しようと思ったら、新藤さん9ページも載ってた。昨日知った。すげえ、はい。こんにちは。こんにちは。今日は 何してんですか。この間、うちの演習が。はい。購入した心拍購入した、はい、を私が針金かけまして、はい、でドバチに入ってたんですよ、この1回、はい、ちょっとさっきの映像で見たら分かると思うんですけど、ね、もうまずこれが重すぎるんですけどこれからちょっと本鉢に移していこうっていう中でちょっと鉢が候補が2つあるんですけど、はい、まあできればちっちゃいのに入れたいんですけどその辺の兼ね合いはちょっと根をほぐしてみないと分かんないんで、なるほど、ちょっと1回みんなに手伝ってもらいながら根を崩して様子を見てそこから鉢合わせしたいなと思うので、はい、そういう作業ですね。はい、はい、東樹園の教室に通うとこんな木の植え替えも手伝えると手伝わされるこれはね、やれない、ね、いや、こんなの経験できないからできないできない貴重ですよ。なんで、まあこれを今日はやるので、はい、ちょっとアピールしたらいいです不審者が先生が先生がやってどこの雑誌？ドイツ。あ、ドイツ。ドイツか。すごい。盆栽アートです。盆栽アートさん。はい。盆栽アートさん。ヒグマさんが乗ってるそうです。さすがです。根の状態元気です。すごい。ドバチに入ってたんで、すごい元気な状態なんで。イメージとしては、植え付けは、まあ、ここにちょっと割り箸立ってたんですけど、このぐらいの角度を想定してますので、必要なら絶対ここは削らないといけないと、候補が、この直角と楕円なんですよ。でどっちも深い鉢なので、はい、若干鉢こぼれさせたいなっていう感じですね。ただこれちょっと間口が狭すぎるので、まあ、これ入ればいいんですけどおそらく厳しそうなんでこっちかなと。ただ入ればね、はい、今一回やってみます。じゃあ三島さん、はい、先生どっから崩したらいいですか。書いちゃっていい、うんうんね、あんま関係ない。いや、まあ、なるべくでも、結構ちっちゃくできそうな感じ、ね、いけそうじゃないですか、ね、横目やっちゃっていいですか。あ、やめる、うん、はい、大丈夫、ね、あれ垂れてる垂れてる部分、こういう、ね、山切り気につけないといけないのは一本長い太いのがあるかもしれないんで、はい、そういうのはちょっと気をつけないといけないですよね。それやったら枯れる場合あるんで。でも山木って言っても結構食ってありそうな感じ、うん、あの培養ちゃんとねしてある気がして、根っこの状態はいい感じ。いや、入れそうじゃない。うん、なんかいけそう。正面逆転した木ですよね。そうですね。どういうところを意識したんですか。もともとね、こっち何も枝なかったんだっけ、これしかなかったんだよ。いや、これがあったんですけど、はい、この枝がここにあって、逆にもうここをちょっと見せるために裏に持ってったんです。で、折りながら持ってったんですけど、水すら全然
元気ですけど、バキッと降りながら、山陽の高橋さんと一緒に折って、で、逆に言うとこの枝を前に持ってきた感じ、裏にあったので、でここにあのより締めてですね、引っ張ってこっちに持ってきたんですよ、状態を。で、こうすると頭に見えるように持ってきたんですけど。すごいですね。すごいですね。いつの間にそんなんできるようになってるんですか。本当ですよ。言語化できない。そこは成長してなかった。そうですよ。これをこうして、こうするしか言えない。ね、でも、いろんな人にアドバイスもらいながら。どうやったらこんなね、成長速度速いんだろう。本当ですよね。先生がね、いっぱいいるから。ありがとう。下に払っちゃった。とりあえず、はい。削るってことですかね。あ、それはその上でいいですか。あ、もうこれはこっちの方でも安心だね、うん、ちょっとここに当たっちゃうけど、ね、こっちでも合わなくはないよね。ガサがあるからもっとね、深くして上げたいんですよ、ここを。今さら上げて、もっと下げて。下げるってことですか、うん、ここ、若干、鉢こぼれみたいな感じです。うん、これでなんか反応…あ、分かったな。もっと下げて、うん、一回見ますか。六角、うん、いや、入らなくはないと思うし、結構切らないと、うん、いやいや、ちょっと待って、あったらこれでやっちゃうから。ここはこれに下げるって、ここはぶつかんないから大丈夫ですか。もうちょい下げて、うん、ぐっ起こして、もう少し向こうへ向こうへ行ってね。下げるって、もうそんな下げなくてもいいよ。あんまり下げると、あったかみがなくなるから。うん、それはあるよね。これでいいや。一応、もういいや、やんなくていい。分かってる。それでやってください。はい。あ、いい根っこしてんね。あ、もう元気。あ、よかった。買っちゃったよ、これ。清水の舞台だよ。当てもねえのに買うんだから。あ、この深さあるし。あ、いいよ、いいよ。うん、ドキュメンタリーっぽいね。あ、おはようございます。今日はゆっくりじゃないですかね。鼻水が、ね、今週はひどい。どこのサービスエリア行ってたんですか。今週ひどいのにマスクしないもんな。プロ意識かな。え、プロ意識ですかね。プロ意識カメラの前ではマスクしないみたいな。やっぱり顔を打っていかないと、うん、このサイズの木だと何ミリなんですか。止めるの物によるんじゃないかな。あれちょっと不安定だから、うん、結構太いのじゃないと。なるほど。今これだって3ぐらい。 3.5 で止まってた。 3.5 で止まってた。このぐらいです。実行してます。そう、くしゃみが出そうなんで。
マスクすればいいんじゃないの。マスクしてくしゃみすると一発でマスク終わるから、うん、絶対もうしないようにして鼻水で出てるね、よく鼻水出てるもん、びっちょびちゃになっちゃう、うん、お待ち物だ、はい、あー、いや、そしたらそこをやりたいんで、そこをやりたい、そこの土を落とす、の根元と同じように、はい、ここが危ないんで、ここの持ち方でいい、はいはい、あとこの辺でいいですか、はい、はい、この位置、はい、これはいいですよね、入ればあんま根っこを刺さないでしょ、こっち持ってようか、はい、でこうだね、はい、はい、水間さん体勢がきつそうだな、あ、いい、5分ならもうそんな持って5分持って5分多分押しやっちゃう、もう一回払ってもらう、はい、あの家庭ホッキーでいい、はいはい、黄色いやつ黄色いやつ黄色いやつ、うん、どっちも黄色いやつ、黄色、あ、どっちも持ってきた、あ、違う違う違う、それとこれとね、はい、せーの、よし、あの、逆でいい、逆、こうでいい、はい、逆で、そうそうそう、はい、これで水間さんよく働きます、ね、そうですね、職場でも頑張ってます今はね、こっち2割くらい、キリュウ3 7、3だ、そういうのも入れるんだ、根っこが、うん、細かかった、中粒ぐらい、まあ、炭だ、炭だ、炭だ、ね、アルカリ性がわかんない、アルカリ性と酸性がどうか、酸性に傾かないようにですね、先生、ただそれの因果関係がないって人もいるし、ああ、でもやらないよか、やらないよかはね、粗いやつをこれで、うん、はい、ここに入れちゃっていい、あの、あんまり下ここからじゃなくて上から、上っ面から、はい、上っ面から、ここで、うん、上っ面からいい、この辺、この辺、はい、Yeah.
ティッシュはいりますか。ティッシュ。スタートなんで。攻撃はね、必ずね、こっちになびくからね、理解してもちょっと高めにこれをね、もうちょっとうっとこういう風にそれで締めてください。必ずね、そうそう、うん、さもう置いとこうか。持ってますか。パンちゃん、あの突っ込みながら上げてってね。はい、少し左。そう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 。その勢いが出る。そうそう持ってましたか。うん、持ってて。あ、キー。なんじゃキー。うん、はい。グッと上げないとね。どの程度。ここで、はい、ここでじゃあ持ってますよ、はい、私。はい。これね、外野から見るとね、すごく分かる。最後締めるときは中へ土入れてね、いいですか、こうやってねグッと上げると違うんだよ。これでいきましょう、はい、すげえ。そうちょっといや、そこで土入れる、いや土入れる、中へ入るんですよ。ね、これが今だったらさ、はい、道が出てきたような感じでしょ。そうですね、これ一回止めるんですよ。ああ、こっち巻いてくる感じですね、うん、そうするともうデコボコがね、すごくね、そうですね、こういう感じで配置されるんです。パンパンパンいいですね。それ持ってって見ます。チラッチラッチラッと見ればいい、はいはいはい、これだと丸切りさ、ストリップがあるからさ、全部になったような感じが確かに。温泉の時期ですから。そうですね。これでも世界の人には伝わらないでしょうね。ねえ。日本の花粉症の事情。わかんないですよね。杉とヒノキを埋めまくって伐採しなかった。100万ヘクタールぐらいあるらしいですよ。どうなんですか。花粉症を防ぐのが日本人は。はっ。多いんだよ。本性なんです。本性なんだ。そう、ついてないです。おー、うん、ついてない。それでね、真ん中に入るようにしてね。真ん中へ。あっちの根っこの下に、うん、入るようにしないと、そこに水が溜まると水、あの、あれ起こったら、水が出る。軽く説明していただきます。ヒロさんですか。私ね、これ当時最初に会った時に、何でしょう、デーンというデーンというイメージ。そうですね。うん、しかなかったんですよ。はい、で、正直そんなに魅力感じなくて、ただこれは山木の中でも、ついでない、はいはい、本性の木なんで、そこだけはいいんだけども、あまりにもドーンという感じがあったんだけど、うん、これもう本当カンちゃんのセンスなんですよ。本当それね、ぜひ言うべき で、ここら辺の頭をどう作るかとかっていうのはまず一番難しいんです。それだけあるからで、そこら辺をこの辺少しこう隠してきて、ここら辺とかあとこれに出すっていう、で全体で頭をイメージしてるやつなんですよね。でこういうとこからからせり出してるとか、こういうとこからせり出してるのがもう いわゆるもう一つの山景色ですよね。これがそう見えますよね。もう本当のこれが景色、この岩場の中からこう心拍がいくつもこう出てるような。もともとこっち正面するって嘘でしょって思う形だったけど、そうそうそう、それがね、うまくこうなんて言うんだろう、少し隠しながらすごい表現ですよこれ、うん、でね、これがいいのは少しこっち角度がね、こっち、あ、ごめん、こっちからも見れるんですよ、うん、ここら辺から、ここから見るとここら辺とか見えてくる。
うん、でね、こっちから見ると今度これも今度頭が少しこっちが旬になってきて、で今度ここがいいのはその枝の出が見えるんですよ、差し枝の。だからどこ見ても面白いっていう。そっち側も本当に見れます。ここもいいですよ、ここもいいし向こうもいいし、これすごい木ですよ。これもう一日、本当一日ってこれが家にあったらずっと遊んで見てられる、素晴らしい。であとこれカンちゃんのセンスです。なかなかこういう風に作りできないですよね。いやもうめちゃくちゃ甘いって喜んでる。だけど、うん、いやこんなことできるんだって感じでしたよね。できない、できない、うん、そう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 、普通に見ただけではもう全然、正直言って本当に私、うん、魅力があんまり見えなかったんだけど、この、あのなんていうの、枝の出入りっていうんですかね、シャリを生かしながら枝の出入りですごい自然をね表現できたっていう。どこで覚えてるんですか、あの人。どこで覚えてる、すごい、わかんない、かんちゃんの感性で。感性なのかな、感性です。いろんな、そうか、ね、出会いはめちゃめちゃ多いですからね、いろんな人。まあね、先生もいっぱいいるんでね。で、あとで、針金が、ピッチがね、少し長めなんです。それがすごく良くて、スマートに見えるんですよね。あの斜め45度って言うんですけど、45度よりも少しこう、なんていうの、鈍角、緩めにというか、そうするとこう流れるようにするのと、あともう一つ、この間ちょっと感じたと思ったんだけど、こういう、あの、ポン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 って、今ちょっと荒れちゃって、荒れちゃってる。これはね、絵でしてこう固めがちなんですよ、うん、ボンボンボンって棚を作りたがるんだけど、はい、あえてこういう風にポンポンポンってこう作って全体でふんわか見せてる。だからこの小枝も見えるんですよね、小枝も見せながら。でこういう風になってるから、今度は日が入るから、これが数年後に詰まってきて、ちょうど完成形ができてくる。こういうのってできないんですよ、ポンポンポンって。どうしても固めちゃうんですよね。早くよく見せようと思って、うん、そこら辺も流行り、最近の流行りだそうです。そういうのもだからカンちゃんいろいろね、いろんなところから見て聞いて勉強してね。これはすごい。カンちゃん今度から作ったら、フィルマさんに解説最後言ってもらうと。あんま説明してないですね。カンちゃんの、ね、凄さが説明できてないと思う。そうですね。年齢も若いからか、うん、やっぱり皆さんね、盆栽歴を見てる人たちも長いじゃないですか。うん、そうですね。だけど、これあれってできないですよね。とりあえず僕とひるまさん、後で患者さんからお金もらいます。お金もらってさ、宣伝料。宣伝料もらえない、これだけ言ったんだよね。そうですね。大味、言いたかったのは。大味で、ね、最初。最初そうそう。いかにも大味だったんですよ。すごいなって感じはしましたけどね。ボンビにね、北斎っていうのがあるんですけどね。それになんか似た感じで。なるほど。大味だったんですけど、それがものすごい繊細というかね。なるほど。いろんなことを想像できますよね。この頭の作りですよね、こういう発想が、うんうん、下手すると、じゃあこれ全部取っちゃって、うん、ここを生かそうって考えたら、ここで頭作るわけですよね。ね、で最初これもなかったですからね。うん、そうそうそう、で幹を切ってたわけですよね、うん、それを、だからこれがまたいいわけですよ、ちょろっと見えてる。前言ったあの、巨人の星のお姉さんも、ちょこっとこう顔出すわけですよね、裏から。そういう、あきこーってこの場にいる、この場にいる。これぐらいでよろしいでしょうか。はい、あとで2万円振り込んでまあまあいいんでしょう。ぜひ皆さんに見ていただきたいですね。しばらく同時にあるでしょうね。ですね。どうですか。想像通りの形になってよかったのかなと思いますね。まあ、園主からちょっと
ちょっと上げろっていうふうに言われて、うんうんうん、まあ、その辺はあ、まあ、勉強できたところですけど、うん、どうですか。なんか最初8こぼれみたいにしたいですね。ね、と言ってたんですけど、まあ、それがちょっとあったかみがないだろうというやりすぎな感じがっていうふうに言ってたんで、作為的に見えちゃうみたいなことっていうことだと思うんですけど、ただね、こうやって見てみるとやっぱし、うん、より勢いが出たなと思って、そうですね、当初は正方とか、うん、まあ、できれば六角っていう話、はいはい、あ、まあ正方かなっていう、で下が丸みのある鉢に入れたかったんですけど、うんうん、なかなかなくて、やっぱり正方だとドーンっていう、ね、力強いやつしかなくて難しいのと、あと大きさがなかなかなかったんですよ、うんうん、っていう中でこの鉢を見つけて入れてみてですね、やっぱりよりなんだろう、楕円なので印象がちょっと違うんですけど、うん、だからこそちょっと勢いをつけてあげた方が、あの、はあはあ、この鉢に合うっていう考えだと思うんですよ。なるほど。より圏外とかそれこぼれてっていうのであれば正方でちょっとこぼれ、鉢こぼれでっていうのも面白いと思うんですけど、うん、まあ楕円だからよりそう感じるのかもしれないですね。いや、でもいいと思いますよ、ね、はい、いいと思いますっていうか、その鉢とちょうどあってよかったなと思うんですよ。午前中いっぱいかかっちゃいましたけど、そうですね、もうちょっと段取りよくやればよかったんですけど、いや、なんかもう成長に視聴者ともどもびっくりしてると思いますよ、多分ね。こういうのがないんで、そうです ね動画的にはやる機会を与えてもらえる環境もありがたいですよね。そうです ねこれ今日やってくれって来るわけですから、まあ、あの構図からいろんな人にね、アドバイスもらったりとかしながら自分なりに考えてやっとできた木なので、結構時間かかっちゃったんですけど、ピタッと締まるようになったんじゃないかなというふうに思いますし、はい、あと 2,3 年後楽しみですよ ね、 そうですよね、これがバーってなってくると確かにまたね印象が違って、うん、もっと迫力が出てくると思うので、と思います。はい、そういうような楽しみな一鉢になりました。はい、じゃあいつものやつお願いします。この心拍がいいと思いましたらいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございます。それ僕しか言ってないですよね、今言ってない、はい、やってみてください。いや、ないわ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、サムネ撮ろう。何しよう、何しろか、あ、そういうのでいいんじゃない。うん、ちょっと顔が作ってるっぽいな。演技、演技をお願いします。ちょっと半歩向こう、そうそう、木を大きく見せて、あ、いいじゃん、これだ、すごいね。あ、これ100万再生いく。これも流すんでしょ。これも流す、どうせおまけでどうせ流すんだけど、100万再生いくためにもチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。はい、ありがとうございます。これは、はい、今日これ今、朝1時間で作りました。畳み込んだ、はい、心拍、大野さんのやつですね。大野さんですね、なんとなくいいですよね、うん、この山の感じがかっこいい、かっこいい、ちょうど、違う、これで勝てない、サイズが全然違うけど、ミニチュア版で、かわいいですよね。はい、こんな感じで作りました。まだまだたくさんあるんで、まだ、あの、そういえば、国府立春防災おうちやってる時に、キリマさんの心拍の畳み込みの動画を出して、その翌日から、大野さんの心拍は全部売り切れたらしい。言ってましたね、毎日全部売れたって言ってましたね。毎日30、40持ってて全部売り切れたらしいです。よかったです、はい、それぐらいの影響力をお持ちのようで。じゃあ大野さんからも、そうですよね。ありがとうございます。じゃあありがとうございます。